皆さん、突然ですが、メントスコーラって知ってます？すごい懐かしいこと言ってきた。なんであんなに流行ったのか謎の意味のない行為よね。そうなんだけどすごい辛辣。そうです、コーラにメントスを入れてブッシャーってなるあれです。で、メントスコーラがどうかしたの？今回は、メントスコーラで遊ぶゲームをやっていきます。嫌な予感しかしない。メントスコーラの手順はとっても簡単。コーラにメントスを突っ込むだけ。そうするとコーラからたちまち泡が立ち上がります。なんでこうなるかは知らんけどな。さあ来るわよ来るわよ。おい、ちょっと待て、規模がおかしい。あっという間にキリンさん起こしてしまいました。あれ、今のメントスコーラって威力すごくなったの？んなわけねえ、このゲームがおかしいんだ。このようにどんどん高くコーラの泡を打ち上げていきましょう。ステージはこの通り、最後はなんと月まで行っちゃいます。キリン起こす時点でおかしいが月までって、これは当時の YouTuber たちでもできなかったわね。ちなみに私は実際にやったことは一度もありません。ある人の方が珍しいと思うけどな。今回はコーラ2本を使っての挑戦です。こういうのは多ければ多いほどいいってもんよ。計算がいっぱいある。大変、この子は算数アレルギーなの。なんだそれ。数字を見たら思考停止しちゃうのよ。あばばばばば。どんだけ数字が苦手なんだ。でも野生の勘でなんとか一番多い場所を選べたみたい。2桁以上の掛け算割り算はやめていただきたい。頑張れよ。いけー、今度はキリンの女神声だー。残念、結果は女神のお腹くらいでした。いやそれでも十分すごいことだけどな。まだまだ諦めません。自由の女神を超えてみせます。今回は簡単な計算だからすぐに選べたわね。毎回こうだといいんだけど、さっきみたいに割り算とか入ってくるともうダメね。何があってこんなに数字が苦手になったんだよ。前世で数字に何かされたんだきっと。いけ、メントスアタック。ガラスの板を割るほどの威力って。あー、惜しい、なんて惜しいんだ。顔にまで届いたんだけど越せなかったわねー。お、今回も掛け算だけだ。これならいけるぞ。これ勉強にもなるし、メントスコーラで遊べるし、一石二鳥なゲームね。メントスコーラで遊ぶ必要があるのかわからんがな。今回一番多いのは 3×6 の18だ。賢い、うち残ったら掛け算ができるわ。えへへ、そうかなー。バカにされてんだぞ。今回はコーラ4本、メントス大量、いざ参る。さあ、ついに自由の女神を超えた。65メートル、信じられねえ。メントスコーラの常識がガラッと変わるわよ。すごいねー、この威力は一体どこから来るんだろう。たった4本のコーラでここまでなら何十本も使ったらどうなるか。さあ続いてやってきましたのはエジプトのピラミッドです。高い建物といったらやっぱりピラミッドだもんね。メントスコーラでピラミッドを超えようとは思わないけどな。しっかりコーラのレベルも上げていきますよ。何コーラのレベルって。そりゃコーラだってただのコーラじゃ飛ばないわよ。特別なコーラだからこそ飛距離を稼げるのよ。絶対人が飲んでいいもんではないだろうな。じっくり計算した結果、わかったぞ。一番大きいのは15だ。はい、よくできました。暗算が壊滅的に遅いのは勘弁してやってください。大人になっても苦手なことは苦手なんだなとつくづく感じます。よっしゃー、いけー。あともう少し。一発でここまで飛んだことに驚きなんだけど。ピラミッド、案外簡単に超えてしまうかもしれません。それでは今度こそ、このピラミッドを超えましょう。どんどん計算が複雑になってってるぜ。掛け算だけならうぷ主でも大丈夫。まさかメントスコーラで頭が痛くなる要素があるとは。計算が得意な人はなんともないんだろうよ。ここだ。ふふ、このコーラたちが大爆発するまでもう間もなくよ。あと少し。え、これはどうなんだ。149メートルに達しないとおそらくクリアではないみたい。結構シビアじゃねえかよ。これで突破してくれー。やったー、ついにピラミッド超えた。これもう平気と言ってもいいな。続いては、パリのエッフェル塔です。324メートルか、なかなかの高さね。ピラミッドの2倍以上あるぜ。これはなかなかの強敵ですが、コツコツ強化しながらやっていきましょう。はっはっは、お金ならあるんでねー。典型的な嫌ななり金。今のところこれがマックスかな。どうせ1回じゃ越せないんだ、何度もやっていくしかないだろう。そして計算が非常に面倒くさくなってる。これは1回1回かなり時間がかかることを予想するわ。ここでしょ、多分ここ。え、そういうのありなの。障害物がまんまと邪魔してくれたな。一番大きい数字のところに必ずしも落ちるわけじゃないのね。このゲームテクニックも求められるとは。
目標の高さまで飛ばすぞー。待て待て待て、量がバカ。これだけ入れれば届くでしょ。これならいけそうだわ。規定の数量以上にあった。これがエッフェル塔越えだー。メントスコーラには限界はないということよ。やったー、大成功です。そしてあれから進むことレベル33。目標は標高2000メートルにいる鳩です。鳩？鳩ってそんな高いところを飛べるのね。メントス工場かな？甲羅もよく見たらとんでもねえ量だった。鳩さんに届け、メントスゲット。これには鳩もびっくりするでしょうね。鳩に直撃したらどうすんだ。やったー、目標達成、大成功です。メントス甲羅で宇宙まで行ける日もそう遠くないわ。皆さんどうもこんにちは。アニメグッズのランダム系、好きなキャラが当たらないのは当たり前。不運なうぷ主のミーです。今朝10円を拾ってハッピー、霊夢です。このゲームのせいでコーラが無償に飲みたくなったマリサだぜ。ということで本日は、メントスコーラで高さを競うゲームで遊んでいきたいと思います。前回は確か鳩まで届いたんじゃなかったか？そうそう、標高2000メートルまで飛んだのよ。今回はそれ以上飛ばすことを目標にやっていきます。目標のゲージが348なので、とりあえずそれを満たすようにメントスを入れていきましょう。規定の数以上にメントスを入れても仕方ないしね。相変わらず量がバカ。ピンポン玉に見えますがちゃんとメントスですよ。メントス1個の大きさもトラック以上ってどういうことだ。よく見るとこれがトラックなのよね。いけー、飛べ飛べー。あれ？クリアにならなかった？1989メートルだったからだ。大雑把に見えてこのゲーム結構シビアね。しっかり2000メートル以上の記録を出さないといけないんだ。鳩に思いっきりかかってたと思うんだけどね。それじゃあ今度こそ記録を更新してクリアしましょう。1989メートルでいいと思うけどな。妥協したくない気持ち、わからなくもない。それだけこの競技は厳しいってことよ。競技だったのこれ。今度こそいける、飛べ、メントススプラッシュ。やったー、大成功です。鳩からしたらただのいい迷惑だけどな。これで次のステージに進めるわ。鳩を越えたので、ついに富士山にやってきました。富士山をメントスコーラで越えるだと？とんでもない歴史的瞬間を目にすることができるかもしれないわ。そのためにはしっかり強化しよう。そもそも強化って何って話だけどな。皆さん、計算だけじゃ物事を測れないという場面に遭遇しましたよ。ただ障害物が動いてるだけだろ。この辺だこの辺。どうしてこんなことになるのかは誰にもわかりません。タイミングが悪かったんだろ。大量のメントスと投入、目指せ富士山越え。甲羅の噴水が富士山を越えるってわけわからない。さすがは富士山、まだまだ届かないか。しかし、こんなところじゃ諦めないのがこの私よ。メントス甲羅マニア、特殊すぎる。いけいけー、富士山を吹っ飛ばす勢いで一斉にこのメントスを甲羅に入れるわよ。これでもまだ500には到達しなさそうだけどな。そうだねー、なかなか先は長そうだよ。ようやく半分。とりあえず、メントススプラッシュ。余裕で2000メートル超えてるのが怖い。あと半分、絶対越すわよ、富士山。富士山を越えられたら自分の中で何かが変わる気がする。ほんとかよ。見えた、ここだ。こんなこともあるの。メントスが綺麗に並んでたんだけど、奇跡の失敗を目撃しちゃったわ。このゲームで失敗することが分かったところで、気を取り直してやっていきたいと思います。全く計算だけじゃなくてギミックにも気を使わないといけないなんて、うちのうぷ主にそんな器用なことができるとでも。頑張れよ。ここだ、ここで決まりだ。さて今回はどこまで溜まるかな。メントスが詰まっちゃって大変なことになってるわ。この大量のメントスを投下し、富士山の噴火波の威力を叩き出す。知らない人から見たら富士山が噴火したと思うよな。噴火の味は甘くて美味しいので問題ありません。問題しかねえ。おお、前回よりも多く入れられてる。これは富士山越えももう間もなくね。ふっふっ、富士山もそろそろ焦り出していることだろう。どういうことなのかさっぱりだぜ。ああ、山頂まであと少し。これで富士山を越す。この噴水が後々どうなるのか想像するとゾッとするぜ。なんか単純なギミックの時とそうじゃない時があるわね。今回は簡単に入ったね。進むごとに45倍に増えてるから全然メントスが減らねえ。ポップコーンかな？増えろ増えろ、どんどん増えろ。
この量だったら今回でクリアできそうだな。思い返すと富士山も大したことなかったわね。よく言うぜ。さあメントスたちよ、旅立つ時が来たわ。思いっきり飛んで富士山を越しちゃって。いえいえ、富士山、制覇。富士山の次はエベレストかよ。山続きだけど関係ないわ。だってメントスコーラだもの。謎の自信だな。今回もいつも通りコツコツ記録を伸ばしていきましょう。当たり前のように 1000m 超えるの怖すぎるんだけど。おーおー、新記録、めちゃくちゃ飛んだわ。でもまだエベレスト制覇ならず、もう一度挑戦しましょう。メントススプラッシュボンバー。本当にこれメントスコーラなんだよな。ここまで一体が登ってるの見たことないけどね。やったー、これにてエベレストも制覇、メントスコーラに越せないものはないわ。ここからは宇宙を目指していきますよ。あれ？これってスペースシャトルだっけ？メントスコーラです。こんなもんじゃまだまだ。宇宙まで到達させるには火山のマグマをコーラに変えて、その中に大量のメントスを入れます。え？マグマをコーラに？え？ちょっと何を言ってるのかさっぱりわからないんだけど。そのまんまさ、マグマをコーラに変えたからこれで宇宙を目指すよ。火口にメントスを入れてやがる。恐ろしいことを思いつくもんだわ。火山ならコーラもメントスも大量に入るでしょ。もともとあったマグマはどこにあったんだ？燃料をしっかり注入して、いざ、宇宙へ。きたー、勢いがヤバすぎる。メントスコーラで宇宙、ギャラクシースプラッシュ。火山の威力が半端じゃないから今までの比じゃないくらいの速度で進んでやがる。そしてまだまだ止まらない、メントスコーラ、凄すぎる。どこまで続くのか軽く不安になるレベルだよ。ここでストップだ、一体ここがどこなのかわからないぜ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみウプ主のミーです。今日も頑張って実況します、多分。不安なんですけど。お金はあればあるほどいい、霊夢です。必定自己紹介。今日もこいつらの相手をしないといけないのかと思うと憂鬱、マリサだぜ。ということで今回は、お金持ちになろうゲームで遊んでいきます。直球すぎるわ。道に落ちてる札束を拾っていけばいいのね。札束背負うやつ初めて見た。落ちている札束を拾いまくって目指せ億万長者。ん？スマホに投資したのか？結果は右肩上がりの大成功。投資でさらに儲けたわね。拾ったお金をうまく使ってどんどん稼いでいきましょう。そもそも道端に札束って怪しい金じゃねえだろうな。何でも拾っちゃえば持ち主が変わるから大丈夫よ。全然大丈夫じゃねえ。よーし、じゃんじゃん稼ぐぞ。投資の元手が落ちてる金って、相当な悪人だぜ。お金が落ちていればすぐにお金持ちになれるのにね。野生のお金って実際にないかしら。野生のお金ってなんだよ。TikTok に投資。すごい、大成功だよ。成功すればこうなるけど、失敗したらと思うと恐ろしいぜ。何事もリスクなしで大金持ちになれるわけじゃないのよ。札束に乗って、華麗に滑ります。ちょっとこれはわからん。この霊夢のお金の欲は決して満たされることはないわ。そんなに稼いで何に使うの？国を買収し、惑星を買収するのよ。めちゃくちゃなこと言ってるよ。Twitter に投資だ。上がれ上がれ。くぅ、あそこは Facebook の方だったか。Twitter は横ばいだったな。難しいねー。何が上がるかなんてなかなか予想できないよ。投資家としての道のりはまだまだ先が長いわ。お、目の前に広告付きの大金が。もちろん見ますとも、金の執着がすごい。うわーん、怖い人にお金取られちゃったー。大丈夫よ、太陽光発電に投資してそれ以上取り返すわ。マジかよ、大成功じゃねえか。最近太陽光発電のパネルってよく見るようになったよね。さらにウーバーに投資して、もっと稼ぐ。便利だもんな、あると助かるぜ。稼ぎすぎちゃって先が見えなくなっちゃったよ。典型的な嫌味ななりきんだ。お、ついにヘリに届くわ。イエーイ、マネーマネー、マネーイズマネー。空にも札束が落ちてるってどういう状況だ。夢の自分の島を手に入れて優雅に生活よ。億万長者への道のりはまだまだ終わりではありません。その通り、自分の島を持ったくらいじゃまだダメだわ。なんという欲深さ。お、今回は広告見なかった。一から集めるのもいいと思ってね。おっと、次の投資先は大手も大手、超大手だ。Google さんどうぞ、お願いします。忖度している気がするんだが。いえいえ、大成功、大金ゲットよ。一瞬の判断で投資をしないといけないからヒヤッとするよ。もうちょっとじっくり考えたいぜ。前回ほど稼げなかったわね。稼ぎ続けるのは難しいということがわかります。ステージが変わりまして、ビーチにやってきました。こんなところにも金が落ちてるのかよ。ビジネスチャンスはどこにでもあるってことね。
ビットコインとドル、怖いけどビットコインを選んでみよう。仮想通貨って聞いたことあるけど怖くて手は出せないよな。よし、大成功。暴落前に売れるかが大事ね。よくわからないけどよかったよかった。そういやゴールの乗り物がヘリじゃなくてロケットになってるんだな。あれに乗ったらどこに行くんだろう？宇宙に行けちゃったりして。気になるから頑張ってお金を稼ごう。ついにはインゴットが地面に落ちてるようになったぜ。なんだあの柄の悪いおっさんスルーできるのね。なさ、上がれ。横ばいだったぜ。それでもマイナスにならないだけでよかったわ。いやー、重い重い。お金が重たくて腰が痛くなっちゃうよ。殴りてぇ。ここでビットインでまた人も受けさせてもらうわよ。この量のお金ならロケットに乗れるかもね。いっけー、お金持ちスライド。届けー。いった。行け、お金持ちロケット、夢の宇宙へ。あれ？宇宙は？ロケットは何だったんだ？この都市に来るためのただの移動手段だったんでしょう。さすがはお金持ち、移動にロケットを使うのね、スケールがでかすぎる。宇宙には行けませんでしたがコツコツお金を稼いでいきましょう。え？これどっち？ああ、左の方が良かったのか。と便利な次世代サービスの会社なんだろうな。知らなかったわ、ビジネスチャンスを逃しちゃった。でもさっきので知れたから次からは大丈夫。やっぱり活用しないとなかなか知る機会がないよな。ホテルってあまり宿泊しないしね。ところで皆さんは今一番欲しいものは何ですか？お金、知ってた。長期休み。あい。重いな。お金があれば大抵のことは叶うからね。いやいや、お金で愛は買えないでしょ。それはいつの時代になっても難しい問題だぜ。DVD とストリームならもちろんこっちよね。ご時世もあってすごい伸びしろだな。私も家で漫画読むかアニメ見るか寝てるかだもんな。いつでも好きな作品がすぐに見れるのがいいのよね。Facebook ってこんなに伸びてたのか。当然知り合い、友人なんていないので私はやってませんけどね。そうだと思った。お、今度は金のバイク、いいじゃない、目立つわよ。気のせいか、どんどん島が飾り付けされてる気が。自分だけの素敵な楽園を作れるのです。ついに夢の都市、ラスベガスに来ました。ラスベガスといえばギャンブル、やらずにはいられないわよね。早速負けてるんだけど。よし、負けた分はまたギャンブルで取り返す。ドカッと稼げたらノージルドバドバね。おい、燃料は太陽光の方が。あー、ギャンブルに勝ってぼーっとしちゃってた。ギャンブルはギャンブル、投資は投資で切り替えて。良い子のみんなはこんなダメ人間になったらダメだぜ。ラスベガス楽しい。皆さんどうもこんにちは。朝からケーキを食べて血糖値爆上がり中、うぷ主のミーです。なんかおかしいぞ、これ。大丈夫かよ。皆さんどうもご無沙汰です、ヨウムです。セミの抜け殻を集めるのがマイブームです。怖い怖い怖い。いつもと変わらないマリサだぜ。ということで本日も楽しく何らかのゲームで遊んでいきます。もう遊ぶゲームバッチリ決まってるけどな。このゲームはどんなゲームなんですか？お金が全くない状態から大富豪を目指すゲームだよ。へえ、面白そうですね。こりゃ一瞬で金持ちになれそうだ。どんどんお金を拾っていきましょう。なんで道端にこんな大金が落ちているんでしょうね。罠ですかね。お金があれば空中も歩けるのさ。どうなってんだよ。一度は両手に抱えるほどの札束を持ってみたいですね。こんなに持ってどうすんだよ。そりゃすれ違った人全員に平等の札束ビンタをお見舞いするんですよ。凶悪すぎる。なんだかすごい悲しそう。あれだけの札束を持ってもまだお金持ちにはなれなかったんですね。めちゃくちゃがっくりしてたぞ。お金持ちへの道は簡単ではないのです。そうですね、覚悟を決めて茨の道を進まないといけませんね。金を使って障害物を乗り越えていかないといけないから減るんだな。そうなの、減るのが厄介なんだよね。なるべく出費を少なくしていきましょう。お、ゲージが溜まる。おお、見た目が変わった。プアってことはまだ裕福ではないですけど。でもようやく一歩前に進めたって感じでやる気が出てきたぜ。私の彼にこのお金をすぐに渡さないと。え、もしかして隣にいたの彼氏なのか？あ、ありがとう、これで暮らせるよ。お前も一緒になって働けばもっと楽になんだろ。ひも男を彼氏にするとすごく大変だということがわかりますね。めげずに頑張るしかないです。進みましょう。私、彼のためだったら頑張れる。すごいですね、これが愛の力ってやつですか。お、今回は随分早く次の段階に行ったか。あ、こういう選択肢もあるんだ。テレビか仕事か選べましたね。おお、また姿が変わったよ。会社員になったのか。私、どんどんやる気が溢れてくる。これは、見るからにリッチですよ。日常的にこんなドレス着てるなんてリッチしかいないぜ。ダーリン、お金持ってきたわよ。私稼いできたわ。おお、
ありがとうハニー、見てくれよこの大豪邸。僕がオーダーメイドしたんだよ。1円も払っちゃいないがな。夢の大豪邸をもうゲットできました。でもこの生活を長く続けるには変わらず稼ぎ続けなければいけません。一度稼いだだけじゃ生きていけないもんな。お金の奴隷だ。ダーリンとのリッチな暮らしは絶対にやめないわ。バリバリ働いてダーリンに楽をさせてあげないと。一度でも苦労したことなんかないだろあいつ。どっちかの稼ぎに依存するのは危険だよね。そうですよ、体を壊したら収入源が断たれてしまいますから。お互い協力し合うのが一番いいぜ。ああ、一瞬リッチになったのに戻っちゃったよ。今回は会社員でゴールでしょうね。あ、ダーリンごめんなさい、私ったら頑張りが足りなかったわ。ははは、そんなことないさ。普通の暮らしでも十分幸せだよ。さあ、稼いでくれたお金で合流だ。このクズ男ちょっと殴りたいんだが。ここからスタートなのがきついんだよね。せめて一つ下からスタートにしてくれたらリッチになりやすいんですけど。ああ、騙された。なんなのよあの男。びっくりした。詐欺師みたいなのも出てくるんだな。そりゃ人生何が起こってもおかしくないですからね。人を騙そうとする悪い輩も近寄ってくるので要注意です。ああ、そんな。うわ、ゲームオーバーだ。画鋲を踏んだだけでもダメなのか、結構厳しいぜ。怪我にも気をつけなければいけませんね。こう見ると人生ってほんといつ何が起こるかわからなくて怖い。だから先のことに備えておこうってみんな言うんだよな。そうですよ、だから私もセミの抜け殻を集めているんです。セミの抜け殻じゃ何もできねえだろ。私も将来のために何か蓄えておこうかな。消しゴムのカスとか。練り消しが作れるだけだぞ。きたー、夢のビリオネア。おっこ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 、私はもうプリンセスよ。ビリオネアってこういう格好するもんなのかよ。いやー、ここまで長かったな。ハニー、見てよこの大豪邸、もう僕たちは無敵だよ。真ん中に行けば5倍だがなんか嫌だな。残念、3倍になりました。ほっとしている自分がいるぜ。ダーリン、これからは遊んで暮らしましょうね。人生というものは残酷なもの、この暮らしを続けることはとても難しいのです。どうして、私もうプリンセスよね。きっとさっきのは夢だよ夢。何があって戻っちまったんだろうな。また一から稼がないといけないなんて、私の人生労働じゃない。まずはパートナーを変えた方がいいと思いますけどね。あ、タバコ取っちゃったよ。苦しそうな表情になったから取ったらダメなんだろうな。健康体でいなくてはならないからですね。ダーリンのために長生きしなくっちゃ。そうしないとあの人苦しい生活になっちゃうもの。すごいよ、キモ男にそこまでの愛情を注げるなんて。男からしたらほんといい彼女だろうな。途中投資には手を出さず貯金をしてきましたが、これで良かったんでしょうか。ビットコインって書いてあったから失敗したかもしれないぜ。よくわからないものには手を出さないでおきましょう。またビリオネアになりたいな。ははは、十分さ、ありがとうハニー。これからも僕を養っておくれ。当然家事はやってるんだろうな。何もしていません。こいつにも働かせるべきですよ。チェンジ機能あったのかよ。どうして僕がこんなことを。彼女が働いてくれた分、彼氏にもしっかり働いてもらわないとね。あ、遊んで暮らす僕の素晴らしい計画が、働く大変さをしっかり経験しろよ。頑張れダメを、彼女を楽にさせてあげるんだ。僕にそんなこと、できるかな。おお、スロットで大勝ちしちゃった、ビリオネアだ。マジかよ、そんなこともあるんだな。ふっふっふ、僕ってばやればできるじゃないの。この男、運が味方についてやがる。ここまでもう受けちゃったらもうハニーなんか必要ないよね。これからは僕一人で自由に暮らしていくぞ。うわぁ、一番上まで行きやがった。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみウプ主のミーです。破壊すること大好き、フランです。さらっととんでもないこと言いやがったぞ。今日もマイペースに頑張りたいマリサだぜ。ということで本日は、一家に一台あるドリルを使って人助けをしていきたいと思います。ドリルなんてありません。人助けか、何の得があるのさ。見返りを求めるな。壁をドリルで削って、人々を導いてあげましょう。ついでにヘリの修理もしちゃいます。なんだなんだ？赤い人がこっちに向かってきてるぞ。あれはゾンビです。ゾンビ？このゲーム実は、ゾンビから人々を救出して脱出するのが目的のゲームなんです。あ、だから赤いのがゾンビでこっちに襲いかかってこようとしてたんだ。マジかよ、でもゾンビとどうやって戦えってんだ？そこは大丈夫、救出した人が戦ってくれるんだ。おお、めっちゃ役に立つじゃん。じゃあまず壁を壊して人を助けないとどうにもならないんだな。そうそう、自分が戦うんじゃないからね。ちなみにここではドリルのアップデートなんかができるよ。お金を使って強化していくんだ。じゃあ強盗しに行こうよ。ダメに決まってんだろ。ってことで張り切って人助けをしていきましょう。おい、なんか大きさが不自然な人が閉じ込められてるぞ。その辺の巨人じゃない？その辺に巨人がいるかよ。戦
戦ってくれてる。これは頼もしいよ。そうそう、何払ってゾンビどもをぶっ飛ばしちゃって。確かに頼もしいんだが、圧倒的仲間不足じゃないか。確かに、これじゃあ隙間を抜けてこられちゃうかも。危ない、なんとかゾンビに襲われることなく飛び立てました。ほんとギリギリで怖いんだけど。ゲームの流れはこれで理解したよ。見返り求めて人助け頑張るぞ。ほんとすがすがしいな。もっと強いドリルが早く欲しいな。まあ最初はこんなもんだよ。だんだんお金も貯まってくるって。早速こんなところに閉じ込められてるぜ。大丈夫ですか？みんなでここから脱出しましょう。来たな、ゾンビども。ゾンビなんか怖くないもんね。ガトリングで蹴散らしてくれるわ。すごいすごい、大量のゾンビを倒していくのってすっきりするね。赤いブロックが硬くてなかなか削れねえ。よし、いける。しっかり宝箱も取って逃げるよ。おらー、来れるもんなら来てみな。さあ急いでヘリの修理だ。すぐに終わらせるから待っててね。さあみんな、乗って乗って。あっはっはっは、じゃあなゾンビども。今回も無事脱出。何回かクリアして、ついにこのスーパー掘削機を解放しました。ドリル1本よりすごい頼もしいね。これで削る威力が2倍になって、範囲も広範囲に大胆に壊して暴れていきたいと思います。思いっきり重機だな。ていうかそもそも、このブロックって何なの？なんだろう？巨人2体がバックにいるとすごい頼もしいな。ここでさらに人員を追加して、しっかり守ってもらいます。みんなしっかり働いてくれよ。赤いブロックはどうだ？さすがは重機、赤いブロックもサクサク削れちゃうよ。やっぱりパワーが違うんだね。ヘリまであと少し、頑張れ。マイナスの壁には触らないようにして。よし、あとは任せなさい。あれ？さっき助けた人たちは？そんな人、最初からいなかったよ。やられちまったのかー。巨人二人を救出できたのでよしとしましょう。なんてこった、ゾンビども恐るべし。ゾンビがいない世界を目指して、今日も人助けをしていきます。ゾンビ、大ファーン。おい、待て。何あれ、巨人ゾンビ、そんなのありなの？こいつ、倒せるのかな？あいつには近寄らないようにしましょう。助けた人が何とかしてくれるんじゃない？あんなもん倒せる気がしないぜ。あいつに倒されないように、人々をこっそり救出していきます。くそ、こそこそやるのなんてなんだか惨めだな。戦って余計な犠牲が増えるのは避けたいから仕方ないよね。そうだぜ、人の救出が第一、慎重に行動しよう。ひぃー、振り回さないでー。あの野郎、いい武器持ってるな。よし、今回はかなりの人数を救出できてるよ。こんなところにもまだ人が閉じ込められてるぜ。うわぁ、ゾンビの巨人が出てきた。あ、あれ？今倒したの？追いかけてこなくない？ほんとだ、すごいぞこの人たち。やっぱり数は力ってことだよね。人が集まればとんでもない攻撃力になるんだよ。ゾンビのお掃除楽しい。ブロックがほぼほぼなくなってるぜ。それじゃあそろそろヘリで帰ろうかな。そうだね、十分ストレス発散できたし。ストレス発散の道具にされてるゾンビって。おお、ここで新マシーンが出ました。芝刈り機かな？これはまたパワーがすごそう。早速ブロックを壊しに行こう。おお、何これ、スーッと行く。やっぱり切れ味ってすごく大事だよね。そうそう、私も昨日セラミック包丁で指をスパーッとやっちゃったくらいだし。危なっかしいな。あれ、プラスチックみたいで白いからってザクザク切ってたら危ないね。でもそれだけ切れ味がすごいってことでしょ？うん、もうめちゃくちゃに。このマシーンも実はセラミックなんです。そんなわけねえ。ブロックを削るのが楽になると救出が簡単になっていいね。それじゃあみんな、ちょっとここで倒してて。なんで毎回ヘリが壊れているんだ。そして、ついにツインドリルを解放しました。見た目がいかつい、これは絶対に強いよ。オラオラ、ツインドリルが来るぞこら。おい、なんだこの巨人の数は。まずい、人が減っている。あの巨人がブンブン振り回しているからやられちゃっているんだよ。やめてー。うわー、誰もいなくなっちまった。この状態で脱出しても、そりゃそうなるわな。今度はこの最強の車を使ってやるから、ゾンビども覚悟しろ。この進み心地、最初からブロックなんかなかったみたいだね。人もしっかり救出できてるし、いけるいける。やっぱり最強のマシーンは最強だー。もっとひねった感想とかないのかよ。皆さんどうもこんにちは。肩こりから抜け出したいウプ主のミーです。何体動物になりたいフランです。そこまで。疲れにくい体作りには日々のストレッチが大切、マリサだぜ。ということで今回は夢の何体人間ゲームで遊んでいきます。はい。
まり骨のない人間のこと、この人はブヨブヨ人間なのだ。確かに見るからにやべえ。この人を今回操作していくというのがこちらのゲームなのです。こいつが何をするのかわからんが、とりあえずやってみるか。それでは早速行ってみよう。首がちぎれてスライムを拾ったら治ったと？なにこいつ。これは液体だね、液体。体がちぎれてもまた吸収すれば元通り。不死身のブヨブヨ人間なのです。最後は謎に爆散して終了と。ちょっと脳がついていけてない。スライム人間だと思えばなんてことはないから大丈夫だよ。ひぃ、慣れない慣れない。ついこの間もこういう人電車内で見たけどな。地獄行きの電車かな。何度でもスライムが落ちていれば復活する便利な体です。まあ確かに便利っちゃ便利だな。人間が液体になればみんなこんな風になっていろいろ便利なのにね。やっぱりいろいろめんどくさくなりそうだから今のままでいいや。そうだね、お互いがくっついてキメラみたいになるかもしれないしね。不死身でもこんなのごめんだぜ。今回はダイヤを使って様々なアクセサリーを購入できます。ダイヤを集めても何も使えなかったゲームがあったな。使い道がはっきりしているならいいじゃん。早くくっつかないとばらけてしまう。ふう、なんとか大丈夫かな。あの状態から人型に戻せるのがすごいぜ。おや、これは何かな。液体人間は風にも弱いみたい。強風の日なんか外歩けねえな。液体って意外と天敵が多くて大変かもしれない。再生可能でもまともに生きていけないよ。それでも強く生きなければなりません。頑張れ液体人間、負けるな自然環境に。相手が自然環境って壮大すぎる。この状態でスライムを吸収するとさらに巨大化します。確かに一回りでっかくなったね。液体人間がなぜこんな危険な場所を走る必要があるんだ。マリサ、人間も液体人間も訳ありの人っているもんなんだよ。要するに金だよ、金が必要なんだ。重い。なんとかゲームみたいなもんなんじゃない。深くは知らない方が良さそうだ。なんかこれ血の塊みたいだね、すごくまずそう。吸血鬼なのに、なんかグロい。じゃじゃーん、スキンを変えてみました。睡眠かな。睡眠といえばかの昔不老不死の薬として飲んでたと言われる劇薬。不老不死、確かにこいつはそうだけどな。触るのも危険なのにこんなの飲んだらひとたまりもないよね。私から見たら経験値の塊にしか見えないけどね。メタルスライム。確かに、こいつ倒せばめっちゃレベルが上がりそう。倒そうか。ダメです。色が変わるだけでワクワク感が段違いなのすごいよね。それだけこの色が好印象ってことだ。メタルがあるならゴールドもありそうだね。霊夢なんかに見せたら大変だっただろうに。いけいけ、狙うは10倍。5倍でした。何やら険しい道が続いているようです。ちょ、振り子の速さがガチ。避けられるか。基本避けられないものだと思って進んでいくしかないですね。普通にゲームオーバーがありそうで怖いんだよね。弾けたら終わりだろう。そこまでにならないようにしないとな。なるべく障害物に当たらないようにしていこう。おお、小さいとこういうところもスイスイいけちゃうな。ああ、弾ける前にやっちゃった。なるほど、こういう柱はどうすることもできないのか。いくら液体人間でも許容範囲を超えていたみたいです。これは平気なの謎だけどね。繊細なのか繊細じゃないのか。今度は成功かな。生きていれば成功成功。ふう、なんとか元に戻ることができました。スライムの塊さえあればなんとかなるのが救いだぜ。いけー、飛べ、飛んで弾けろ。最後どうしてこうなるかは誰にもわかりません。これ、体が大きければ大きいほどゲージの量も多くなってより遠くまで飛べるようになるんだね。あ、そうなの。毎回10倍まで飛べるとは限らなかったんだ。それなら巨大化を維持してゴールするのがベストだな。でもそうはさせてくれない意地悪な仕掛け。ごっそり持ってかれちゃったよ。上半身がほぼねえ。コース運もあるから気楽にやっていこう。運も関係してくるのか。運はどうにもならないよね。今のも運が悪かったんだ。今のは実力だろ。ああ、またしても上半身が。上半身なんてあるようでないみたいなもんだよね。すごいこと言ってるよ。今回も10倍は難しいな。それでもだいぶダイヤ溜まってきたじゃねえか。また何か買えるかもね。じゃじゃーん、ゴールドにしました。おお、やっぱり輝きが違うね。こいつを倒せば金がたくさんもらえそうな気がしちまうぜ。こいつを売ればいくらかな。倒すんじゃなくて売り飛ばすんかい。まあ見た目だけで能力は変わらないんだけどね。あ、腕がちぎれた。あんな坂絶対下りたくねえ。この大きさ、今回は10倍狙えるかもしれない。すね、ゴールドマン。うおお、最後まで持ってくれー。金のスライムが飛んでるってシュールだぜ。あ、これ届かないかも。あ、あと少しだったのに、大きさが足りなかったか。
唐突なレース。オラオラ、どけどけー。うちらは金色だよね。そうそう、金色のスライムマンだよ。おいおい、相手もなかなかやるじゃねえか。油断してたら負けるぜ。くぅ、負けるか。大きさなら負けてない。頑張れゴールドマン。こんなに接戦になるとは思わなかった。本当に相手がコンピューターかと疑うレベルの強さだぜ。うおお、このままゴールだー。やったー、スライムマンレース初勝利。自由度の高いゲームだったぜ。みんなも真似してやってみてね。できるか。皆さんどうもこんにちは。今年も花火を見ていないウプ主のミーです。花火なんてそもそも存在するんですかね。ひねくれてだいぶヤバくなってる。皆さんどうもこんにちは。今はたこ焼きが食べたい霊夢です。何の脈絡もないないことを言い出しやがった。今日もこいつらのお世話係、マリサだぜ。ということで本日はこちらの警察官を育成していくゲームで遊んでいきます。警察官、おまわりさん、私まだ何もしてないわよ。これから何かしようとしてんのかよ。何がグッドなのかさっぱりわかりませんが、これがいいのでしょう。全くついていけねえ。わかったわ、そういうことね。すごい理解力だ。部品とお金を集めることで警察官の何かが成長していき何かになるのです。1ミリもわからねえ。一応オシャレもできるのね。警察官だって身だしなみを気にしないと舐められるからね。誰にだ。乗り物もいろいろあるみたい。もしかして部品を集めることでどんどんいい乗り物に乗ることができるようになるんじゃないか。フェラーリが欲しい。むちゃくちゃいい車に乗りたいって気持ちがどうにもわからなくてね。乗ってるだけでどやれるじゃないの。税金とか保険料とかその分高くなるじゃない。お前結構リアリストだな。それも含めて夢じゃないの。いつかいい車乗り回してそこら中に砂ぼこりを回せてやるわ。ただの迷惑運転手だ。お、さっきよりかなり進んだよ。一時は車になったからパンクさえしなければもっと記録が伸びただろうに。まあまだ最初だから、今後余裕で車に乗れるようになるわ。本官は市民の平和を守る立派な警察官であります。自分で立派とか言うところ、信用ならねえな。おまわりさん、その札束拾って何に使うんですか。これは本官の趣味に使わせていただく。本当に警官かよ。しかも車を飛ばしてヘリコプターをゲットしちゃった。容赦なく叩きつけられるんだな。これはいい記録が出るかも。いけ、おまわりさん。確かに最長記録だが、まだあのプレゼントには届かなさそうだ。これもなかなかハードなゲームになりそうな予感がするわ。おまわりさんにはなんとか頑張ってもらわないとね。ちゃっかり帽子買ってるし。道に落ちていたお金がかわいそうだったので、使わせてもらったぞ。とんでもねえクズ警官だ。いいなぁ、そこらに札束落ちてないかしら。実際に落ちてたら事件の匂いしかしないけどね。おうおう、罰走罰走。スピード違反なんてレベルじゃねえぞこれ。真っ赤で走る車も、警察官だったら変えてしまうのです。人の金を使ってだけどな。そう、職権乱用じゃないの。スピード出すのって最高に気持ちがいいな。道路に人が歩いていなくてよかったね。ほんとだよ。いきなり海。急すぎて何がどうなったのかさっぱりわかりません。警察官は陸だろうと海だろうとどこへでも駆けつけるってことよ。謎のボードにも乗れるしな。え、サーフィンじゃないとしたらこれ何。燃料型水上ボードってところかしら。あー、これ沖縄でできるっていうあれ。すげー、やってみたいんだけど。これうまくバランス取らないとすぐに体勢を崩しそうだな。リアスコー、バカンス最高。仕事でしたわけじゃねえのかよ。いいなぁ、ダイビングとかさっきのやつとか一度はやってみたい。ってことで道路に金を。そこに戻ってくんのかよ。あっはっはっは、これは令和のパトカーだ。こんなのに追いかけられたら絶対逃げられなさそう。空飛んでるしもう何がどうなってるのか誰にもわかりません。どこからこんなもん取り出してきやがったんだ。いくらパーツを取ってもこれ以上進化はしないみたい。これが最高の乗り物だからだろうね。それならプレゼントまで届くそうじゃないか。この車なら届くこと間違いなし。もらったぞ、プレゼント。いけー、頑張れー。いくら凄そうな見た目でももう信用しないぞ。あの車ならいけると思ったんだけどね。ほんとだよ、あの期待した気持ちを返してもらいたいぜ。何か壁でもあるのかな。うおお、なぜだ、進めない。あんな車で爆走したからじゃないの。ゲームを再起動したのでこれでどうでしょう。よかった、今度はちゃんと進んだわ。一体何だったんだ。真面目にコツコツやるのが一番ってことだよ。そうだな、警官として真面目が一番だ。とか言って何事もなかったように札束を拾う未来が見えるぞ。札束ではない、紙だ。拾って道路をきれいにしているのだよ。じゃあそれくれ。いっけー、普通のボート。
何の面白みもない普通のボートね。水上じゃ高得点を叩き出すのは難しいのかもな。まあここはこんなもんだろうと思うようにしよう。道路に戻ってきました。おまわりさん、パトロールお願いします。もちろん、悪事を働く者がいないか、しっかりパトロールするぞ。猫ババという悪事を働いてる奴なら目の前にいるがな。この道路、坂がすごく手前がよく見えない。スケボーでもやるのかってぐらいすごいわね。くれぐれも乗り物を壊さないように進んでくれよ。自転車であの激坂を登れるだろうか。おまわりさんなら大丈夫だよ。何の根拠もねえがな。あ、バイクになったなら大丈夫じゃない。うわ、危ねえ。坂で見えないあの仕掛けはずるいわね。本館じゃなかったら首も一個や二個吹っ飛んでいたぞ。首は一個しかねえだろ、ケルベロスかよ。いまいち納得した乗り物にはならなかったな。ただの四駆じゃプレゼントまで届かないでしょうね。一体何の乗り物なら届くんだよ。壁は高いというわけか。おまわりさん、どうしておまわりさんはおまわりさんになったの？ははは、非常にいい質問だね。札束を道端から拾い、いい車に乗るためになったんだよ。なんてクズな動機だ。今回のスポーツカーではどうかな。頑張れ、体がちぎれても進め。見たくない。これは、厳しいか。ああ、あと少しなのに。プレゼントなんかないと思えば解決じゃない。あ、それもそうね。あれはプレゼントに見せたただの壁だわ。無理やりすぎる。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。皆さんどうもこんにちは、通りすがりの霊夢です。実況してもらうよ。毎度おなじみマリサだぜ。ということで本日は、みんな大好き育成ゲームで遊んでいきます。何を育成するんだ？怪獣。はい？このゲームは怪獣を育てるゲームだよ。こんな可愛いお猿さんが怪獣に？ちょっと信じられないんだけど。さあゴリラに変身しましたよ。確かに体のデカさがおかしいな。巨大ゴリラが誕生したわよ。さあこのゴリラで、ゴジラを倒すことができるでしょうか？勢いがバカ。あっという間に HP 削って KO よ。こんな感じで怪獣を育成して戦わせるのがこのゲームの流れです。非常にシンプルでわかりやすいな。最強の怪獣を育ててみたいわね。続いてはタコ太郎が怪獣に変身するようです。僕、大きくなったら巨大な怪獣になって人間どもに復讐したいんだ。闇ばっかそうなんだけど。巨大なタコか、タコ焼き何人分かしらね。こういう人間がいるから復讐したいんだろうな。タコ太郎、謎の薬品を摂取して突然変異を狙うんだ。こういうのゲームとかで見たことある。よくも父ちゃんと母ちゃんを、人間め。戦ってるのはガメラです。オクトパスボンバー。シャレにならねえ威力だぜ。すごいわ、タコの怪獣でも威力は抜群ね。怪獣同士のバトルは迫力があって面白い。お次は小さなドラゴンだぜ。どんな動物も小さいうちは可愛いわね。ヘリコプターなんて小さなドラゴンでもコッパみじんにできてしまうということです。 UFO もバラバラだぜ。敵も見た目ヤバくない。相手はプルフです。ドラゴンで勝てるのか。頭突きで余裕でした。すごいわねー、あんな小さい赤ちゃんドラゴンがここまで成長するなんて。あの頃の可愛い面影は一切ありません。お次は2回目の猿次郎よ。おい、まだ車は破壊できない。できちゃったよ。ウッキー、車なんてないようなものだ。ウッキー、小さな頃からとんでもないパワーの猿次郎です。こんなのが出現したら討伐できる自信がないぜ。おお、人類の H、ロボットも2発で倒してしまった。人類、敗北。続いてはロボット？なんだこれ？動物ではないよな。いけー、ロボ太郎。次郎だとか太郎だとか。あれ？このステージ、ダイヤが多くない？ほんとだ、ボーナスステージなんじゃない？まさかのボーナスステージ突入でなんだか得した気分です。いけー、ジャイアントロボット。いや、剣使わずにパンチだけかよ。ボーナスステージも余裕で突破です。タコ太郎が帰ってきました。おかげさまで僕もだいぶ力が増えてきたよ。通っただけで船を突き破るくらいのな。こんな堤防も？発泡スチロールかな？おお、随分と威勢がいいな。だがこの復讐に燃えたタコを止めることはできない。父ちゃんと母ちゃんの仇、滅べ人間め。相手はゴジラなんだけどね。すごい、タコ太郎ももう立派な怪獣です。見かけても食べないでね。食えるかよ。あれ？ペロ吉？こんな小さなカエルも化け物に変身しますよ。ちょっと待て、これカエルじゃなくてワニなんだけど。ペロ吉も暴走するとこうなってしまうのねー。だ、はっはっは、なんでもいいから破壊させろ。ゴジラになったんですけど。ペロ吉ってとんでもない可能性を秘めていたんだね。カエルを見る目が変わりそうだぜ。もうここはどこなの？怪獣が戦うにふさわしい場所ね。
まずはあのヘリが犠牲になります。ヘリがそこにいたのが悪い。ドラゴンが通る方が悪いだろ。ちょっと触っただけでこの威力、とんでもないです。相手もドラゴン。いや、こいつはドラゴンじゃねえ。モスラだって。よっしゃー、モスラ撃破。ゴジラとかモスラとか本当に怪獣大集合だな。怪獣王を目指して頑張りましょう。先ほど戦ったモスラが手に入ったので育てていきます。最初は小さな虫なのに、どうしてか知らねえ。怪獣映画って見たことないから経緯が不明だぜ。綺麗なアゲハチョウが今度はドラゴンを倒します。お前さっきはよくもやってくれたな。いけいけー、倒せー。よっしゃー、見たかドラゴンが。綺麗な虫だからって油断しちゃダメだな。まだ解放されてないけど、凶悪なモンスターがまだまだいます。ダイヤを使えば解放できるのね。誰かダイヤをください。自分で集めてください。おいおい、武器まであるのかよ。素手でも十分強いのにね。課金しなくても十分強いから見なかったことにしよう。ポジティブ。一応武器を装備させてみたので、これで行ってみましょう。赤ちゃんのうちからこの破壊力、怖すぎるぜ。これでもっと敵が吹っ飛べば爽快だけど、どうかしら。誰が相手だろうと負けないわ。相手の怪獣は火を吹いて準備万端みたいです。え、ケルベロス。おらー、くらえ。そのまま吹っ飛んでいったんだけど。ぶっ飛びっぷりは見事だけど、武器のあるなし関係なさそう。まあ見た目はかっこいいし派手だからいいでしょう。怪獣に武器なんかあまり意味ないってことだな。ナメック星みたいなところにやってきました。そうそう、ここの水が美味しいのよね。どうかしてるぜ。タコ太郎、もう戦いには慣れたかな。うん、最近映画の出演オファーも来てウハウハだよ。本物の怪獣が出る映画なんか聞いたことねえ。怪獣スターになる日も近いかもね。見ろ、これが怪獣スターの足さばきだ。この威力、タコの蹴りじゃないわよ。みんなも大怪獣を育ててバトルしてみてね。そして僕もスターにしてね。どうやって。皆さんどうもこんにちは。おっしはエビとイカが好き、ウプ主のミーです。高いネタなら何でも好き、霊夢です。すがすがしいな。サーモンが好き、マリサだぜ。ということで本日は、みんな大好きおっしゲームで遊んでいきます。おっしを作るのかしら？楽しみだわ。あれ？なんか作り方がいつもと違う？そう、このおっしゲーム、流れるようにおっしを作っていくのです。ゴールまで用意されてるし。一人っしレースね。こうやって作ってお客さんに提供します。とりあえずうまくはできたみたいでよかったぜ。へい、お待ち、召し上がってくだせい。わーい、美味しそう。後ろの提灯が司しかないのがすごい気になるんだが。ことぶきがかけなかったんじゃない？何やなんだよここは。お金をたくさんもらっちゃいました。こんな子供からもらうのはなんか気が引けるがな。そしてサプライズボックスの中身はこちら。みんな大好き大人気の唐辛子。寿司に唐辛子とか必要ないと思うんだけど。それじゃあ次のお客さん、どうぞ。海外ドラマとかでよく食べてるヌードル？食べたいんですけど。え、うち寿司屋なんですけど。最近どこの寿司屋でも麺類くらい出してるし、うちでもそれくらい出せるでしょ。まあ確かにラーメンとかあるよね。カップラーメンを望んでるのか、もっと豪華なもんじゃなくていいのかよ。それじゃあとびっきり美味しいラーメンを提供しましょう。麺は店内仕込みの本格麺。縄にしか見えないんですけど。この極太麺がスープによく絡んで美味しいのよ、おそらく。麺を持ったら、香辛料で味付けをしていきます。こういうハーブ、ゾンビゲームで見たことあるんだけど。謎の葉っぱがアクセント、一口食べたらもう虜です。危ないやつじゃねえだろうな。大丈夫大丈夫、ただの香辛料だから。縄に葉っぱを乗っけただけみたいね。その辺の空き地にこういう光景ありそう。よし、味付けはこんなもんでいいかな？まさか汁なしのこのまま出すつもりなのか？完成、香草たっぷりヘルシーヌードルです。縄みたいだけどこれは麺です。そりゃこういう顔にもなるわ。喜んでくれたみたいでよかったです。おかげで新しい切り方をマスターしたわよ。どういうことなの？私お刺身が食べたいです。そういうことならお任せあれ、さっき覚えたばかりの切り方をします。なんか無駄にヒヤヒヤするんだけど。コスト削減、激薄でいきますよ。この店はサービス精神というものがないのか。仕方ないなぁ、ちょっと傷んでるマグロならサービスしよう。店の炎上も時間の問題だ。意外と均一に切るのって難しいわね。これも慣れてくればなんてことないんだろうけど。まあ初めての不器用なウプ主からしたらよくやったもんだ。あとはおなじみ、香辛料で味をつけます。お刺身だよね。海外の人の大食い？
動画みたいなの見るとお刺身が日本とは違った感じで登場するわよね。うんうん、なんかおしゃれな感じだよね。ムニエルでも作るのか。しっかり味をつけたら美味しいお刺身の完成ですよ。味見はしてないけど多分人間が食べて大丈夫だと思う。味見をしてくれ。広告を見て謎のベリーも追加できるようになったので振りかけてみます。こういうサラダあるじゃない、果物乗ってるやつ。こんなお刺身見たことないわ、すごいわね。まさかのお客さんお喜びかよ。ありがとう、味わってくるね。熊に連れて行かれたんだけど。あの、とにかく金持ちロールが食べたいんだが。とにかく金持ちロール。そういうことなら金の延べ棒をお札で巻いていきましょう。おかしいおかしいおかしい。さらに外側にもインゴットを薄く巻いて、仕上げに金とプラチナのチェーンで整えて。食べ物じゃないよね。食べるかどうかはお客様にお任せして、完成です。いやこれもう食べさせる気満々じゃねえか。トッピングにも金粉や高そうなものを振りかけまくります。これ本当にうまそうだと思ってるのか。おお、ゴージャスゴージャス。一体一皿いくらするのやら。もうめちゃくちゃだよ。最後にダイヤモンドの指輪をこれでもかとのっけて。これはなんだと聞かれても我々にはわかりません。世の中にはとんでもない金持ちがいるもんだ。おお、なんときらびやかな、素晴らしい、この店気に入ったぞ。ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。あの、このハニーが食べたいんですけど。あー、知ってる、蜂の巣まんまの蜂蜜だよね。これも大食い動画で見たことあるけどすごい見た目よね。すごと食べるってすごいな。私は甘いものが苦手なので食べられないんですが、お客様の要望ということでしたらご用意しましょう。非常にカロリーが高いので食べ過ぎには要注意ですよ。これおやつ感覚で食べるもんなのか。クマさんだったからこれが主食なのかも。ハチミツ食べたいなぁ。じゃあ、ハチまで乗っかってる。うわぁ、こいつはすげぇ、ここに来てよかった。うちはいろんなお客様に対応する寿司屋なんです。そういやここ寿司屋だったな。すいません、お寿司をお願いします。ようやっとスタンダードな寿司の注文が来たか。なにこれ。あー、これは全自動寿司握り機。酢飯とネタを入れると誰でも簡単にお寿司が握れるんです。便利なのか便利じゃないのかよくわからんな。衛生的だし均一だし、いい機会よね。不思議なのはどこからあの大量の飯とネタが供給されてるかなんだが。それは私にもわかりません。はい完成、あとは好きなようにトッピングすれば提供できるわ。すげえ、さっきの状態から本格的な寿司になってる。いつもの香辛料をかけて、これが全てを台無しにしている。サーモンの香草寿司の完成です。もちろん唐辛子もかけるわよ。量がやばすぎる。刺激的な味なのでよく味わって食べてくださいね。おお、さすがは噂の寿司屋、他とは違うね。大事故になってるんですけど。ってことで今日は閉店、また来てくださいね。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみウプ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。トラック運転ならこの私にお任せあれ、業務です。お前トラックの運転なんかしたことないだろ。言わんこっちゃねえ。おい、今回遊ぶゲームってこういうやつなのか。こういうやつです。いやー、実にいい壊れっぷりですね。当チャンネルで車を大破させるのはおなじみかと思いますが、今回も盛大に崖から飛び降りて車を大破させていきたいと思います。何が楽しくてこんなことしてんだか。何を言いますか。車をボコボコにすると気分が晴れやかになりません。なるかよ。ストレス発散にはやっぱり車大破ですよね。どうかしてるとしか言いようがねえ。ってことでじゃんじゃんトラックを大破させていきましょう。羊もドン引きしてるよ。やっほー。お、見事な回転、これは素晴らしいですね。どうしてトラックがボールみたいに跳ねてるの。それはね、トラックがそういうものだからだよ。むちゃくちゃー。もうちょっとコンテナをボコボコにしたかったんですが、まあ最初はこんなもんでしょう。そうそう、こういうのは回数を重ねるごとに派手になっていくもんだから。何回やってもこういうゲームは慣れねえな。あ、トラックだけじゃなくて他にも車種を選べるみたい。へえ、でもどの車も結構大きいのばかりですね。大型車をぶっ壊して楽しむというマニアックなゲームなんだな。そりゃあ小型車より大型車がボコボコの方が迫力があるから。こんな可愛いアイスの車だって数秒後には鉄くずですよ。なんかもったいないという気持ちが溢れてくるんだけど。まあまあそういうゲームですから、アイスにも盛大にボコボコになってもらいましょう。そもそもアイスってそういうものですしね。どういうこと。いえいえ、ぶっ飛べアイス。どうやったらこんなに飛べるんだ。アイスは肝伐採しますね。もう帰りたくなっている。レベルを結構上げました。これで飛距離がもっと伸びますね。壊すためにパワーアップするってよくわかんねえな。
いってえ、大破大破。対して助走をつけていないのにすごい大ジャンプです。おまけにブルンブルン回ってるしな。これ、柵の向こうに行ったらどこに繋がってるんだろう？トンチも平気でぶっ壊していくなんて。ああ、惜しい。もう少しでレンガの先に行けそうだったのに。あと少しなら先に行けそうだね。それじゃあさらに強化したので、ぶっ飛びたいと思います。今度はあのレンガの先に行けるといいですね。だいたい、すごい地形なんだなここは。山の頂上付近から大ジャンプ、一度は皆さんやってみたくはないですか？行って帰ってこれないと思うけど。この勢いならいけます。突き破れお、行ったか。おお、この先にもまだ町があった。ふっふ、これは町を破壊しがいがありますね。市街地が広がってたのか、晒しになる未来が見える。すぐにあの町まで届くからなトラックから乗用車に変えてみました。これで飛距離がさらに伸びて市街地を破壊できるといいですね。怖い怖い怖い。見てよこのジェットエンジン。乗用車にはジェットエンジンはつきません。うわぁ、一気に市街地まで飛んできちゃいましたよ。本日の天気は晴れ時々車が降ってくるでしょう。ここに人がいなくてよかったな。市街地に来れましたが全然破壊はできませんでした。ハイスコアは更新できたけどなんともモヤモヤする結果だね。ステージを選択できるようになったので、他の場所で車を大破させていきたいと思います。場所が変わるだけでなんだかワクワクしますね。もうなんなのこの空飛ぶ車。火山地帯をあっという間に抜けて住宅街にお邪魔します。ここはどこ？飛びすぎて異次元に来てしまったんでしょうか？続いての場所は雪山です。雪山ですか？これは滑りそうですね。雪山でバスなんて絶対ダメな組み合わせだな。こちらのバスは空を飛べるので何ら問題なしですが。もう雪山だろうが何だろうが関係ねえ。おお、お城らしき建物を起こしましたよ。お見事、素晴らしい回転ですよ。あれ？スケートだっけこれ？またしても飛びすぎて変な場所まで来てしまいました。皆さんもウィンタースポーツはぜひともこちらを。やるか。続いては砂漠の道をダンプカーが走ります。最近のダンプカーはすごいですね。空まで飛べちゃう。このダンプが特殊なだけです。ガソリンが底を尽きるまで飛び続けますよ。この先何十年、何百年経ってもこういうのは開発されなさそう。おっと、勢いがすごすぎる。これは大迫力ですよ。最後は建物の横に静かに停車。素晴らしいジャンプでした。どんどんスコアを更新してるんだから恐ろしいぜ。続いてはブルドーザーです。働く車が大活躍ですね。ブルドーザーが空を飛ぶゲームなんか見たことない。高層ビルの工事はこうやって移動してるんですよ。ここら中ぶっ壊れるわ。さすがは高層ビル、高さがあって思うように移動できませんね。高い建物がないところの方がよく飛ぶね。ヘリにタックルして止まったのもおかしな話だけどな。続いても大型の車で挑戦です。こんなのが家に突っ込んできたらひとたまりもないですね。こんな車普通の道路ですらなかなか走れねえだろ。建物のせいで勢いが消されてしまう。まあこれだけバッキバキに破壊できるのはストレス発散ですね。なかなかやりたくてもできないからね。やりたいの。高層ビルが並んでいる大都市では飛距離は伸びませんが、いろいろ壊せるのでストレス発散にはおすすめです。おすすめするな。乗用車ではどうでしょう。うまく飛びますかね。軽いからもしかしたら遠くまで飛んでくれるかも。まずはここで着地するだろ。ここから衝撃で遠くまで行けオフィスの中も突っ切りますよ。次の日出社してオフィスにボコボコの車があったら頭真っ白になりそう。なかなか難しい大都市でしたが、いいストレス発散になりました。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のみーです。最近肩こりがひどいのでマッサージに行きたいんですが、コミュ障なのでおとなしく湿布を貼ってます。皆さんどうもこんにちは。目玉が凝っている霊夢です。言い方よ。温泉にゆっくり浸かりたいマリサだぜ。ということで本日はこちらのヨボヨボ3人で実況していきたいと思います。で、今回は何のゲームをやるの？今回は、人を集めて超大規模組体操をします。超大規模組体操？なんだか面白そうじゃない。人を集める系のゲームって面白いから私も楽しみだよ。集め方はその辺の人を引き入れるだけでいいんだな。おお、他の軍団を倒した。どうやら軍団同士の戦いをするみたいです。これマジで全部人なのか。純度 100% 人です。え、これ永遠に続くミミズのゲームみたいな感じじゃないのか。一回一回クリアしていくみたいね。あ、上のゲージ進化ゲージか。目標の形になればクリアってことなのかしら。まだわからないことだらけだね。あ、同じ形のやつらだ。
こっちが負けるんかい。やばい、このゲームすぐにゲームオーバーになるやつだ。あっけないところもミミズに似てるわね。一瞬で終わっちまうから集中してやらねえとな。ここからここから。軍団を狙うのもいいけど野良の人を摂取していくことも大事よ。小さな人でも重なればこんなに巨大になるからね。周りの軍団が小さく見えるぜ。この赤いモヤモヤはバトロアでよくあるダメージ食らうやつかな。やばそうだから近寄らないようにしましょう。うわ、でっかい雲になったぜ。あ、はっはっは、捕食動物だぞ。いただきー。あ、クリアしたわ。もしかして、軍団を全部吸収したらクリアなんじゃないか。そうか、だから唐突に終わるんだね。一度もミスることなく全員を倒すというプレッシャーの中、ウプ主には頑張ってクリアしてもらいます。なんか急に手の震えが。ほんとこいつはプレッシャーに弱いな。逆にプレッシャーに強い人はなんで強いの？それだけ肝が据わってるってことだろ。よし、私もどんと構えていくぞ。いけいけ、もう30以上になったんだから他の軍団を潰せるわよ。向こうに43の軍団がいるみたいだな。まずい、こっちも早く大きくなってこさなくては。向こうのでかくなるスピード早いな。あー、畜生。あれは悔しかった、あと少しだったのに。その悔しさをバネに、本気で組体操をするのよ。ところで今って、運動会とか体育祭で組体操ってあるのかな？組体操っていろいろ危ないからなくなってるかもしれないぜ。あれほんと石ころだらけの地面を素足で走り回るのも謎だよね。学校行事は拷問ってことで OK？ OK。即答かよ。今回こそは全員を倒して勝ってやるぞ。人混みが大の苦手なウプ主が頑張ってるわね。人を集めないといけないゲームだからな。人間も集まれば飛べるってことだよ。どういうことよ。よく見ると雲のお尻の部分どうなってんだこれ。サソリにもなります。もちろん猛毒です。もう人間じゃないのね。さあ順調に成長しておりますよ。小さな人間を吸収することを忘れずに、丁寧に行きます。数人の差で負けるって普通にありそうだしね。よっしゃー、これならいける、いただきます。よし、タイミングバッチリだな。コツコツしたたかに行きましょう。最大で125のやつがいるわね。あれを倒すにはあいつ以上に人を吸収しないといけない。おい、こっちを狙ってきてるぞ。一旦退避退避、戦うのはまだ待ってて。ああ、吸収されちゃった、どうする？まだ野良の人がいるから諦めるのは早い。あいつらより多くの人を吸収して逆転だ。おお、いい勝負だ。やった、勝った、逆転勝利だ。すごいわ、今まで負けてたのによく勝てたわね。はあ、よかった。もっと見たことない巨大な塊になりたくなってきたわ。そうだな、もっとでかくなれば自然と形も変わるだろう。最初からコツコツまた人集めをしようか。今組体操やってます、入りませんか？勝てば名声獲得、モテること間違いなしですよ。あの組体操やりたいんですけど。早速釣られてきやがった。まだまだ人数募集中ですよ。お金も多分貯まっていい暮らしができるようになりますよ。もうめちゃくちゃじゃねえかよ。組体操で、人生変わりました。1日たったの30秒組体操でみるみる減った体脂肪。電車内の広告かな？だいたいそれができるならもうみんなやってるんだぜ。いやいや、まだやってない人とか気づかない人もいるし、そういう人のために勧誘してあげないとね。私、これで人生変われるかしら？あの子に告白されるかな？人の塊というより邪念の塊じゃねえかよ。邪念の塊、発信。この念だけで他の軍団を飲み込めそうよね。絶対に関わりたくない相手だぜ。まだまだ欲望をお持ちの皆さんを募集しております。モテたい、お金持ちになりたい、人気者になりたい、そこのあなた、一緒に組体操をして人生を変えましょう。なんなのこの形。大名座神。わからなくもない。神の化け物と思っておきましょう。おや、他の神の化け物もいますね。あいつよりこっちの方がでかいがな。どうやらこのステージではこの神が最大進化みたい。ヘリコプターも簡単に飲み込みます。こうなるともう怪獣だな。やったー、今回も大勝利、私たちの勧誘のおかげね。欲望は何よりも強いということです。さらなる進化を求めていざ。え、何この首の長い鳥みたいなの。しかも首が増えたわ。まだまだ、人間の進化は止まらない。正真正銘の怪獣になっちゃったよ。我々は無敵だ、無尽蔵の欲望を持つ現代の怪物だぞ。これが人間の真の姿なのかもしれないわ。怖いな、欲望って。ガオー。そして尽きることのない欲望は周りを飲み込み、頂点に立つのであった。人間、最高。